相変わらず鳥のうんこがすごくてですね、朝の今4時なんですけど車洗っちゃいましたもうかれこれ4回目ぐらいなんですけどね。なんとですね、今日今から、東京に向かいます。このアウトランダーでですね、東京に向かいます。まず八王子のアウトランダーの指した人に、会いに行くのとですね、次にですね、神奈川県の神奈川の川崎だったかな、川崎にですね、なんと、これですよね、これ純正のホイール4本これすごい、これすごい強烈荷物、純正のホイール4本を持ってですね、今から神奈川に向かいたいと思います。まあ、せっかくなんでね、なんていうんですかね、せっかくこうやって行くんで、ちょっとね距離数とか測ったりして、今ガソリン満タンに入れたんで、ね、今からどうなるか分かんないんですけど、まあチャージしたりして何キロ走るのかなとかもやっていきたいと思います。では、行ってまいります。では勝利の栄光を君に。着替えさせてもらいました。もうちょっと今からゆっくり行こうと思うんですけど、もう最悪ですよ、最悪です。もう前途多難、もう充電してガソリン満タンにしてちゃんときっちりしたのに、もう忘れ物もあるみたいな、もう忘れ物、まずスーツは持ってきてても、服、普通の服忘れたみたいな、みたいな、今から泊まりで行くのに服忘れたみたいな服、ほんで服取りに帰って、でまたなんか考えてたら、アダルトビデオ返すの忘れてたなみたいな、もう終わりですよ、もう終わり。まあそんなことはどうでもいいんですけど、今から東京に行きたいと思いますね。ちょっとナビの方をやっていきたいんですけど、八王子、東京の八王子にまずは向かいたいと思います。八王、自分の予定では、あれなんですよ、中央道路から行きたいんですよね、八王子インターってね。僕ね、八王子、住んでたことあるんですよ。中央道八王子、八王子インター上りアウト、おう、え、これで合ってんの、これ。まあいろいろ考えた結果ですね、八王子もうナビの言われるがままに行きます。八王子駅、JR 八王子駅、もうこのもんな、と本当は中央道から行きたかったんですけど、まあ道も変わってるかもわかんないもんで、まあガンダムのあれもあるし、これで行きます。
有料優先ガイドを開始。行きまーす。通るルートでご案内します。よーし、実際の交通規制に従って走行してください。じゃあ行ってまいります。では勝利の栄光君に。こっちか。三重県の、近くの、インターチェンジ高速に乗ります。もうなんかしんないけど忘れ物とかがあって、せっかく間もなく右方向伊勢湾岸自動車道入り口です。その先右方向です。電気を充電したのにもう30キロも走っちゃいましたよ。もういいことですよ。間もなく右方向トヨタ方面です。でもね、この車もう結構有名になってきましてね、この間ね、今の三重三菱の前をこの先料金所です ETC ゲートにお進みください、通ったんですよね。通った販売店の前をこう通って信号待ちで待ってたら、なんていうんですか、前を通ってたらみんながショールームからみんながこうこの先しばらく僕の方にわーって見てるんですよ。でも顔がなぜか笑ってるんですよね。車かっこいいなと思って見られてるのかなって僕は思ってたら、なぜかショールームの人たち笑ってるんですよね。何なんだろうと思ってたんですけど、で三重三菱にそのまま入ってったら、今度は大佐大佐とか言って全然知らない人に声かけられて、写真撮らさせてくださいって、あ車かっこいい、みんなアウトランダー買いに来て車気になるから写真撮りたいのかなと思って、どうぞどうぞどうぞっつったら、俺の写真撮ってて、俺の写真撮ってどうすんだみたいな。そんなことはともかく、今から高速で行きたいと思います、ね、いやいや、まだ暗いんですけどね、ちょっと今もうちょうど忘れ物とかいろいろあったりして60キロぐらい走ったんですけどね、電池がちょっともうなくなってきたので、さっきからエンジンがちょっと動き出したので、ここで、このモードを変えてチャージ、まあ寄るところもちょっと、まあお腹空いてるからちょっと寄ってもいいなとは思ってるんですけど、とりあえず、チャージして、まあ、何キロぐらいで満タンになるのかなっていうのもちょっとあったんですけど、とりあえずチャージのモードに変えましたね。これ夜、まあまあいいや、まあとりあえずちょっとチャージで行きたいと思います。朝になってきましたね。ちょっと休憩したいなと思ってるんですけど、さっきの、チャージ、朝、チャージをですね、チャージモードにしてですね、実はこれ今200キロぐらい、だいたい200キロぐらい走ったところで、まあこんな感じなんですけど、ふらつき警報を休憩しませんかって休憩するわみたいな。そうなんですけど、ちょっとですね、上り坂がかなり続いてしまって、8割ぐらい、ゲージが8割ぐらい経ったところらへんで、ちょっと増え方がすごい
少なくなってきたんですよね。これまあ道のせいなのか、ちょっと EV でも結構なんか走るようになっちゃったんですよね。注意して走行してください。はい、これね、ナビの声がねめっちゃ良くなった。この女の子の声が、あの普通の女の子の声になった、まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、8割ぐらいからちょっと増えなくなっちゃったんですよね。これが道のせいなのか、はたまたそのもう8割溜まってるからもういいでしょうみたいな感じなのか、ちょっとよくわからないんですけど、これなんでだろうなって感じなんですよね。まあでも200キロでこれかみたいな感じで、イメージ的にはこの新型アトランタに変わってチャージがすごい速くなった感覚がちょっと実はあったんですけど、あれっていう感じがちょっとしました。これやっぱ道によって変わるのかな。回生ブレーキをすごくよく使うような道だとたまりが速いのかなっていう感じもしますね。まあ、ちょっとよくわからないですね。まあ、とりあえず、今ですね、駿河湾沼津サービスエリア、これ新東名全然つまんないよ。これ海も見えないし、これ絶対中央のが良かった。中央やね、これ。もう向こうの透明の方が良かった。ガンダムベースも空いてないし、まだこんな朝早くから。まあそんな感じで、駿河湾の、沼津サービスエリアに寄っていこう。ちょっと休憩をしてみたいと思います。すごくお腹空いたんですけど、この駿河湾サービスエリア何もやってなくてですね、困ったなみたいな。ちょっと休憩もしたかったんですけど、休憩したいけど何もやってねえみたいな。新東名はね、ちょっとなんかね、景色もあんまり良くないしね、つまんないんやね。やっぱり中央か、普通の前の透明がいいな。まあ、桜エビとかめっちゃ食いたかったのに。今季節じゃないかな。まあ、というところで、ちょっと進もうと思うんですけど、充電も、まあ、さっきチャージで貯めていっぱいあったので、ちょっと200キロで満タンってこうちょっといろいろ考えちゃうなと思って、高速道路じゃないと、高速道路じゃないと電池を貯める機会がないんですよね。セーブして走るしか、街中だとなかなか蓄電されないので、俺あんま急速充電とかちょっとやったことないんだけど、まあ、やる必要がないなと思ってたんだけど、これ急速充電した方が良かったよね。でも急速充電なんだ、例えば女の子とか連れてたら急速充電とかやれないしね、30分待ってとかって言えないし、まあまあそんなことはともかく、ちょっと今から、このモードを一回ちょっとセーブモードで走ってみて、でどんな塩梅かな、塩梅ってどんな感じかなっていうのをちょっとやってみたいと思います。あとですね、102キロなんですわ、八王子まで。早すぎだろうみたいな。これさっきなんかもう極楽湯とか検索してた。まあそんな感じでちょっと行ってみたいと思います。ちょっと進んでいきたいと思います。途中でちょっと夜かも、サービスエリアまた寄ってちょっとご飯食べたいんで寄るかもしれません。じゃあ行きます。
足柄サービスエリアっていうのかなに行ってたんです。お風呂もあってめっちゃ良かったっていうことであれなんですけど、なんかお風呂があってコイン、なんだろう、お風呂あって、あ、これ出口行っちゃうな。お風呂あって洗濯物あって乾燥機もあって、あ、これトラックの運転手さん用のお風呂だなって思ったんですけど、あ、なるほどなるほどと思って、でちょっと時間あったから漫画でも読もうかなと思って漫画の棚見たら、なんかもう女子受けばっかりのタイトルばっかりで、なんか弱虫ペダルとか、なんか少女漫画じゃないんだけど、なんかあれだなみたいな、まあ、そんなんはいいんですけど、ちょっとね、あのこのね、さっきチャージで充電したんですよ、チャージでね、で溜めといたんですよね。でもこの八王子のインターで降りた時に満タンの状態がいいなって思ってたんですけど、だからちょっと一回セーブモードを試してもみようと思ってセーブモードを試してみたんですよ。それでこれうるさいよ。でセーブモードを試して、でそのセーブして残りの高速道路の、まあ、50キロぐらいでまたちょっとチャージをかけて、で、満タンにした状態で八王子インターを降りたいなと思ってたんですよ。そこでちょっとセーブをしたら、セーブモードをしたら、これが結構感動で、なんて言うんだろうな、電池がほっと減らない、ちょっと増えるぐらいのぐらいで、かつでもこれガソリンがどんだけ使ってんのかがちょっとよくわからないね。これセーブモードのちょっとどういう状況なのかはよくわかんないんですけど、なんかこれセーブモードでいいんじゃないのかなって。高速道路は逆に言ったらなんかセーブモードでずっとじりじり行けば増えてくし、なんかいいんじゃないのかなって。距離数がだから多かったらセーブモードでやってじわじわともうすごい微妙に増やしてけば、その200キロぐらいだったら200キロぐらい走れば、あ、200キロというかなんか300キロかなんかは、なんかキロ数は分かんないんだけど増えてくんだと思う。なんかその維持を、やっぱりこのバッテリーの維持をさせようと思うと、このセーブモードがすごい優秀だなって思いました。まあ、あとで八王子インターまで、八王子駅か、残り79キロなんで、まあ、これが、50キロぐらいで、ちょっともう一回チャージをかけて満タンに、電池を満タンにしたいと思います。ではちょっともうちょっとなんでね、頑張ります。東名圏央道厚木出口東京八王子方面です。はい、もうナビのね、女の人の声がいいですよね。で、さっきセーブモードで走ってですね、ずっと走ってちょっとずつ溜めてたんですけど、八王子、茅ヶ崎、海老名出口、中央道、新湘南方面です。これほんと声良くなった。普通の女の人の声がする。前のね、アウトランダーはなんか、あれも良かったかな、ちょっと
こじらさいみたいな声、そんなことはいいんだけど、ずっとセーブモードでずっと走ってて、もう残り高速も多分これ少ないだろうなって、海老名ジャンクションまで来てるんで、残り少ないだろうなっていうことを考えて、最後の最後ちょっとガソリンちょっと使っちゃうんですけど、チャージで、極力電気を増やしたいと思います。では頑張って電池増えて頑張れアウトランダー。やっとやっとというか、結構ゆっくりであれだったんですけど、結構早く着きました。高尾山なんだよな、覚えてなかったわ。これ八王子インターやと思ってたっていうこともあれなんですけど、なんかね、これチャージなんかゲージがこの電気のゲージが満タンにならなかった。およそ500メートル先左方向出口です。なんか自家発電だとなんかゲージ満タンにならないのかなっていう感じで、この先料金所です。 ETC ゲートにお進みください。なんかあれでした。まあでもかなり溜まった。一応132キロ。まもなく左方向出口です。その先左方向です。あ、ETC だった。利用料金は8360円です。ねえ、なんとか、まあ電池が132まで行きました。こっから、EV へ走ります。まもなく左方向です。左方向です。左か、あ、町田。およそ7キロ先追分町を斜め右です。もうナビの声ほんと良くなった。まあとりあえず頑張ります。ね、こっから EV で EV に変えて、電気で走ってきます。うわー、もうめっちゃ懐かしい。実は大佐ですね、小学校、中学校、高1、あと高校卒業してから、この八王子に、もう11年住んでたんですよ。八王子この近辺に。ここはもう自分の人生のターニングポイントになったところで、めちゃめちゃ嬉しい、懐かしい。八王子なんですよ、このオウム真理教八王子支部もあったこの八王子、たまらん。この東京とは思えぬこのひんやりした感じのこの街並みがもうたまらん。東京都民といえば八王子みたいな、本当に昔から東京にいる人はだいたいここら辺に住んでるみたいな感じで、すごい八王子久しぶりですよ。涙が出てきた。じゃあ今から目的地に向かいたいと思います。ねえ、これが東京ですからね。これで、これがじゃねえや、これで東京みたいなこれもうバカにはしてないんだけど、なんだろうな、東京の割には車が必要な街みたいなすごい東京これで東京みたいな。
八王子たまらん。ここね、自転車で通勤通学してたんですよ。で、もう高校行かないでパチンコ屋ばっかり行ってたんですよ。でも人生もうくちゃくちゃになっちゃったみたいな、八王子のせいだみたいな。めっちゃ懐かしい、たまらん。あー、めっちゃいいな、久しぶりだわ。ちょっと、うわ、このもう横浜とかの、この先右折専用レーンあります。横浜とかの文字もあるのもたまらんな。横浜に昔女がいたんですよ。うわ、めっちゃいいな。でも街並みが、建物はいっぱい変わってると思うんやけど、街並みが全然変わってねえな。ここ一回殺人事件がなんかあったのよ、ここ。ここのこの斜めに入っていくところ、これ僕が高1の時に昭和天皇が死んだんですよ。お亡くなりになって、でそこにあのこの八王子に五稜郭があるんですよ。でそんな五稜郭の裏が高校だったんですけど、僕ニュースも見ないでそのまま学校に行こうとしたら、この街並みが全部シャッターが閉まってて、マクドナルドしか開いてなくて、あれ、いつものパチンコ屋が開いてないみたいな感じで、でマクドナルドにどうしたんですかみたいな感じで聞きに行ったら、え、知らないんですか、昭和天皇がお亡くなりになったんですよって言って、この街が全部もうシャッターでなってたんです。およそ300メートル先、八王子駅入り口を右方向です。たまらん、もう八王子駅、うわ、ここのこの道、うわ、たまらんな、これ八王子。もう、まもなく八王子駅入り口を右方向です。光源氏も流行ってて、光源氏のなんか一人が八王子出身だったんですよ。そんなことはどうでもいいんだけど、うわ、ここを右です。これだよ、これだよ、これこれ。中学生の時にね、中学生の時に万引きして捕まっちゃった店があるんだ。で、高校の、推薦がなくなっちゃった、万引きして。しかもその万引きしたのが、エロ漫画。でもそのエロ漫画が後に有名になって、ああ、俺の目は間違ってなかったって、間違ってるよって、万引きしてんのが間違ってんだろ、みたいな。すごい！八王子、これ！めっちゃ懐かしい。まさかこんなカツラして、サングラスしてここに来るとは思わんかった。うわ、このロータリーむっちゃ行ったよ、八王子来た。右方向、目的地付近です。運転お疲れ様でした。来たよ。ということで、ちょっと懐かしみます。あ、車来